ヨナス・バランチューナスは、リトアニアのウテナ軍・ウテナ出身のプロバスケットボール選手。NBA のニューオーリンズ・ペリカンズに所属している。ポジションはセンター。2008年、リトアニアにてプロデビュー。2009年、リトアニア代表チームの一員として2009年ユーロバスケットに出場。2010年1月、リトアニア男子プロバスケットボールリーグ一部、LKL の競合 B、C。 リエトボース・リータス2遺跡。2011年の NBA ドラフトでトロントラプターズから全体5位の指名を受ける。ちなみに、同年のドラフトでゴールデンステート・ウォリアーズとサンアントニオ・スパーズがバランチューナスの交渉権獲得を考えていたと言われている。2012年 NBA デビュー。ルーキーシーズンから主力として活躍し、 2015年8月16日には4年6000万ドルの延長契約を結んだ。2019年2月7日、マルクがソル絡みの大型トレードでメンフィスグリーズリーズに移籍した。オフにプレイヤーオプションを破棄し、FA となったが7月11日にグリーズリーズと3年4500万ドルで再契約した。2021年8月7日に3チーム間のトレードで ニューオーリンズペリカンズへ移籍した。ありがとうございます。